はい、皆さんこんにちは、田中翔です。ということで、皆さんは学校行ってる人って、多分この動画見てる人も学校行ってる人はたくさんいると思うんだけども、そんな学校行ってる人でよくね、電車を使って学校に行ってる人いるでしょ。まあ、自転車とか徒歩の人はちょっと覗いて、電車を利用して学校に行ってる人、聞いてください。必見です。実はね、昨年イギリスの心理学者がおぞましい研究結果を発表したの。それがね、もうこちら、見てこれ、ね、満員電車のストレスはね、本物の戦場以上のストレスが体にかかってるんですよ。多くのサラリーマンにとって避けては通れぬ満員電車ね。冬でも暑く狭く息苦しいことの、この上ない地獄のような、あの時間、片道1時間の通勤などしたら月に約40時間、年間に換算すると丸20日、決して短くない、そして逃れようのない通勤地獄に読めないとしているサラリーマンたちの現状を調査したんだよ。ってことで、見てください、聞いてください。通勤終電ラッシュのストレスね、通勤ラッシュ時の満員電車に乗った際のストレスはね、臨戦態勢に入った戦闘機のパイロットや機動隊の隊員よりも高く、ジェットコースターが落下する寸前の約2倍と換算されるんだよ。これやばない？これやばいよ。ね、単純計算で俺は360日、約1年間学校に行ってるという換算をしたとしても、そこから夏休み約1ヶ月分を引いて360日じゃなくて330日、そこからのまあ日曜日があるとして、まあ、それが 週4で日曜日が来るとして、それが12だから48日を引いて残り300日、違うな、330から290日、約290日間俺は、毎朝、約通勤ラッシュの時間は15分乗ってる。つまりだ、俺は年間4350分のストレス、4350分俺は臨戦態勢に入ったパイロット並みのストレスを4300分抱えてるんだよ。もうこれは寿命短いよ。これを割る60したら、なんと72時間、72時間あの息苦しい狭いあの空間、ぎゅうぎゅうでも汗まみれ、くっさいあの部屋、部屋じゃない、狭いあの車両でね、揺れてバランスも取れなくて、もう足の筋肉もつりそうになってる、あれが72時間約3日間続きます。みんな耐えれる？その72時間3日間。そしてですね、日本の満員電車乗車率ランキングというのが出てて、1位がなんと JR 東日本、京浜東北線、上野から御徒町か、これ混雑率 200%、 混雑時間帯8時から9時、本数26本、ね、ここが一番日本で最も混んでるらしいです。いずれもね、 100% を超えてる。わかる、よくわかる、アリエールとかの CM でさ、もう99.9% 殺菌しますって、 0.1% はまあ必ずしも 100% 殺菌する保証はないから 99.9 にしてるけど、これ見て、 200%、アリエールが 200% ですって言ったら、どうすんの、 200% 除菌してんの、もう菌ないやんみたいな、そういうレベルですからね、このレベルは本当に。だからもう混雑率が 200% っていうのはえげつないですよ。よくいるよね、満員電車乗った時にさ、ちょっとすっごい機嫌悪くてさ、なんかすぐ舌打ちするおばさんとかさ、ちょっと肘打ちしてくるやつで、あとさ、下にこうバッグ置いてる人、足に当たってくるんだよね。もう足に当たってきて、ちょっとあーみたいになっちゃうけど、俺毎朝バック下に置いちゃった。で、あとまあ俺的に、ね、個人的なおすすめなのは、道路じゃなくて電車の車両入るじゃん。で、窓じゃない、何を言ってんだ俺、さっきからカミカミすぎる、カムカムレモンってことで、ドアを入ってさ、ドアとドアあんじゃん、ドアとドアがあって、ここの間、ここは本当にアフガニスタン、もう本当にアフガニスタンで、こうドアで、ここだって、こっちにこう椅子があるじゃん。こう椅子があって、こっちも椅子があって、ここがドアのところでさ、こう通路がある。ここがまだ日本。ここ日本。ここは安全なの。この中さえ、この通路のとこ入っちゃえばもう安全地域。もう絶対にほとんど害は来ない。一時期俺中1ぐらいの時に、俺身長めちゃくちゃちっちゃくて、中1の時でも140センチぐらいしかなくて、だからもう本当に、周りがもうサラリーマン。壁。サラリーマンの壁でもう周りが真っ暗、上に光があるのよ。その光が唯一の頼りだよね。それであとちょっと聞こえる、音ももう遮断されてるから、次はなんとかもうちょっと聞こえる、だから、あーなんだ次みたいな、だから記憶で、次俺が降りる駅は5個目だとかいう、そういうのもう記憶で換算して、あー今3個目だから次のあと2個だみたいな、そういう感じでやっていかないと本当に耐えられないんで、皆さん本当に気をつけてください。あと本当に暑い、なんといっても囲まれた時の暑さは本当にやばい。なんでかっていうと、通勤なし、みんな歩いたり走ったりして電車に一人で乗ってくるから、みんな汗かいてるんですよ。だからもう汗の熱気で暑いの。だから唯一の頼りは本当にクーラー、
こうサラリーマンの壁の中のこの上のところからクーラーの風が来て7秒に1回ぐらい来るんですよ。だから俺本当に死にそうな時はマジで7秒数えるんですね。5、6、7、ファーで、ファーのこの当たる時間が約2秒、2秒で復活で、7秒耐える、また2秒来るで、また7秒後耐える、もう自力で耐える、で来た、もう本当にクーラーの風が来た時はマジで天国っていうぐらいに本当にヤバいんで、皆さん本当に電車に乗ってる方、特に毎朝通勤ラッシュだよっていう人たちはね、本当にめちゃくちゃストレスかかってますから。ってことで皆さん本当に満員電車乗ってる方は、本当にストレスかかってるんで、皆さんまあ今後もね、多分乗っていかないといけない運命なんですけども、まあそれはいつか終わるっていうのを信じて頑張っていきましょう。